はい、NHK をぶっ壊すということで、令和5年2023年10月17日13時17分であります。はい、いつもの村岡哲也弁護士です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、昨日も分かったことなんですが、さらに今日ですね、まあ、大津彩香のですね、やってる、まあ、政党の方からですね、要はりそな銀行に対して裁判をしているということは昨日分かったんですが、それにちょっと輪をかけてですね、りそな銀行、この裁判長になるのかりそなのか分かりませんが、斉藤健一郎君を裁判所に補助参加させるということで、この訴訟について裁判所は本党の代表者であると主張している斉藤健一郎氏に訴訟告知の上、同氏を補助参加させて事実上代表権に関する決着をつけた上で判決をするとの方針を明らかにしましたということで、原告大津彩香ですね、まあ、正確に言うと原告は政治家組織48党の代表者大津彩香で、被告がりそな銀行という裁判がですね、昨日明らかになりましたと。で、補助参加ということで、ちょっとここから、はい、お願いします。はい、まあ、もう一回あの裁判の中身を説明すると、党が、まあ、りそな銀行に預金しているお金ですよね、これ預託金請求権というんですけれども、その預けているお金を自分は政党の代表者なんだから返してくださいと。で、りそな銀行はこの一連の紛争が生じてから、令和5年今年の4月の上旬ですよ、ね、4月の6日ですね。で、あの時にその立花さんが、口座名義を大津さん側が変えて、あ、引き出そうとしてると。で、直ちにりそな銀行の支店長に電話して、うん、その代表権の紛争が起きてんだという。これね、もうちょっと正確に言うと、はい、3月29日に大津が辞めるって言った。皆さんご存知の通り20回近く辞めるって言いました。だから、本来は3月の8日に大津に渡してるので、大津が3月29日までに名義変えとかなきゃいけなかったんですよ。まあ、行かなきゃいけなかったというか、そもそもこいつ3月8日から代表なんですよ。ところが3月の8日から全然その名義変更することに全然積極的にしてなかったんですね。で、この21日3週間の間にこいつが辞めると、大津が辞めると言い出したので、じゃあもう辞めると言ってる以上は、あの、本人が印鑑持ってくるまで待ってよということで待ってたところですね、4月の5日の日にですね、名義をですね、山中豊なるですね、まあ、いわゆる事件屋と言われる人と一緒にその名義を買いに行ったと。しかもりそな銀行の支店長に対して、絶対に立花さんには内緒にしてくださいと、立花陣営には内緒にしてくださいと。で、りそな銀行の支店長さんは、今日は分かりました、でもどっちにしても説明しなきゃいけないので明日には連絡しますということで、4月の5日に名義変更した次の日の朝、支店長から連絡をいただきまして、4月の6日の日にですね、これなんとか凍結してくれないかというところでですね、凍結のお願いをしました。で、4月の6日の時点ではりそな銀行の支店長さんでは決めれないので、そのまま法務部にあげると、りそな銀行の、まあ、弁護士さんに相談するという話だったんですが、なんと4月の7日ですよね、この日に私が、まあ、法務局にお願いし、千葉の選挙管理委員会の方にですね、斉藤健一郎に代表者を変更するという届け出を出したところですね、すぐにりそな銀行の方に大津と一緒に動いている山中豊の方から電話があってですね、これなんか立花が、代表権をその斉藤だとか朝から言ってるけども、900万円もう残金とりあえず引き下ろしてくれとりそな銀行に電話してきたんですよ。で、そのりそな銀行に電話してきたんで、僕はこの7日の朝一番で斉藤健一郎に名義変えた、登記変えましたよっていう電話を1本入れながら、もう急ぎだからツイッターで届け出のやつを画像出したんですよ。とするとりそな銀行が、そんなにやばいお金なんだろうか、凍結しなきゃいけないんだろうかと思ってきた矢先に、大津の代理人である山中豊から全額引き下ろしって電話がかかってきたんで、りそな銀行がすぐ僕に電話があって、それが、まあ、たまたま僕のライブ放送中にりそな銀行の音声が流れたから、もうバッチリ証拠としてその電話が残ってると。で、その後りそな銀行はやっぱりこれは危ないということで、その4月の7日の午前中に凍結をして大津に900万行くのを阻止したわけですね。で、その後大津側に対しても我々に対しても
大津と斉藤くんが両方ハンコを押せば引き出しますよと、8000万ぐらい入ってるんですけどね、まあ、あの引き出しますよと言ったわけですね。ところが大津は一切それに乗ってこないわけですよ。あの給料だけでも従業員の給料だけでも払いましょうって言っても乗ってこないんですよ、未だに。でそんな中昨日分かったのが6月28日に大津はりそな銀行に1000万払えということを言ってきたということですね。でこの裁判は結局もう皆さんあのご存知の通り政党の代表権に疑義があるわけですよね。斉藤さんなのか大津さんなのか。でりそな銀行はそれを知ってしまったので後から斉藤さんの代表だって言われてしまうと払ったお金全部返せって言われてしまうので、うん、そのリスクを抑えるためにちゃんと斉藤さんと大津さんどっちが争いがあるのかはっきりさせた上じゃないと我々は引き出せませんよと拒否したんです。それでその拒否したことに対して大津さん側は6月28日、これ豊田先生が最初入った頃になるんですか、ね、はい、もうこの6月28日は、議員というか役員4人を解任した日でもあります。だから豊田先生が入っていきなりもうこれやってたんですね。自分のその弁護士費用なのかな分かりませんが、この1000万については理由は書いていません。当座の運転資金とか書いてますけども、当座の政党としての運転資金必要だったら斉藤君と話し合えばいいわけでしょう。それを理由も述べずに言ってるからりそな銀行はこの1000万を引き出ししませんということで裁判戦ってくれてるっていうことでいいんですよね。まあ、僕がもし大津さん側で依頼を受けてとりあえず着手金でこれぐらいかなっていう金額と確かに一致はするんですよね、うん、弁護士の一般的に、まあ、弁護士費用が欲しいんですよねこれね。あのそんな感じは伺います、ね、だからこの1000万円をもらうために、トヨタ弁護士はやってるんだろうなというのが大体推測いしましたね、これね、うん、そうですね、はい、でこの、まあ、りそな銀行の本当に判断というのは今日も支店長さんと斉藤君と僕と村岡先生と先ほどちょっとご挨拶してきましたけども、真の預貯金者、預金者、預金者、まあ、真の財産者っていうのかな、これ大事なんですね。名義なんかどうでもいいんですよ皆さん、真の財産者とか、まあ、真の預金者ってよく法律を言うんですが、名義がその他者であってもそれを預けた人がまあ、よくだからさっき事例いただきましたけどね、母親の名義であっても息子が稼いだお金をお母さんが息子のために貯金してたらそれはどっちのお金ですかって言ったら息子のお金なんですよ。名義人がお母さんでもね、子供のためにお母さんが一生懸命貯金してても、ね、お母さんの貯金である以上はそれは名義が息子や娘さんであってもお母さんになるんですよね。これだからよく相続税とか免れるためにやりますよね、うん、親の名義、親から出したお金を毎年100万円ずつ子供のために子供に相続してたと、毎月100万円だ、毎年100万円だったら相続で対象にならない。そうですね、でもそういうのも引き下ろししてなかったりすると、うん、結局 お母さんとお父さん死んでも引き下ろしてないだけで相続の対象になるとかになるんで、そうですね、ポイントは真の財産者ですよね。財産を持っている人が誰なのか、うん、そうですね、名義はどうでもいいんですよ、うん、なんで、まあ、前回債権者説明会のところでも説明した通り、まあ、真の預金者、当然正当なわけですよね。ただ真のその引き出しをする権限を持っているのが大津さんなのか斉藤さんなのかというのがりそな銀行は分からないで、この正当に預金、正当からお金を預かっていることに争いはないわけですね、うん、でも正当というのは人間じゃないから、はい、これをコントロールするための、まあ、自然人とか法律は言うんですが、はい、いわゆる人間がどっちが正しい人間なのかについて現在争っているので、今回裁判長もね、これはりそな銀行だけでは斉藤君の言い分がわからないから、裁判所は補助参加と言って斉藤君の言い分を聞きたいから裁判所に呼び出すっていう決定をしたっていうことですよね、はい、だから隠してたんでしょうね。そうなんですね、大津側はこれもうまたもうずるい人たちの本当何でも情報隠すから、で自分が4月の4日に、ね、代表権を、ね、返上せずに銀行名義だけ変えてしまって、銀行名義は変えるのに労働者に対する労働監督省に対しては名義変えてないとかしてるんですけど、まあこの、まあ、でも1000万って言ってますけど、これ勝てば全部引き下ろしできますもんね。そうですね、うん、だからとりあえず例えばここでちょっと改めてはっきりさせなきゃいけないんですけれども、給料とか税金払うんであれば
斉藤さんは一切拒否してないわけですよね。だから堂々と言ってくればいいんですよ、うん、いや従業員の給与を支払いたいからとか、立花さん言ってた通り、その次の選挙でこういうお金使いたいから、うん、この党のために共通の利益になるんだったら当事者合致して使えばいいんですよ。我々別にそれ拒否しないですから。でも例えば大津さんの給料として払いますとか、トヨタ弁護士の報酬ですって言ったら、僕この前あの会計帳簿の時、うん、いやトヨタさんにはあの1円も債権者としては支払い認めませんよ、大津さんの給与も認めませんよって言ったのは、こういうお金は債権者の共通の利益になってないんですよ、うん、なってないってことは、今民事再生やってますけれども、後でこれは否認されるんですね、債権者の力によって、監督員監査員によって。だから払いませんよって言われるの分かってるんですよ。分かってるから我々にこの事実を伝えずに、りそな銀行から判決取って強制執行しようという意図がどうしても見えてしまう。ただこれは非常にあっててですね、向こうからするとやっぱり我々とりそな銀行がこれで、実は今日までりそな銀行さん、まあ、昨日まで教えていただけなかったんですが、まあ、今日このように大津の方から自ら発表したということと、裁判の資料で昨日出てきましたので、りそな銀行も実は伝えたかったんですけども、それはあの伝えることは控えておりましたと。で今回りそな銀行さんと、まあ、共に戦うって言い方変ですけども、まあ、でも実質上共に戦います。我々は最初から党の代表者が大津なのか斉藤君なのかを判断してもらった上で、りそな銀行さんには安心してお金を出してくださいと言ってるわけです、ね、もしくは党の債権者、党にお金を貸してくれてる人や従業員が、お金をもらうとなると、大津や斉藤君の許可なしにりそな銀行は裁判所の債務名義、いわゆる裁判所の判決文を持ってりそな銀行をお支払いできるっていうのがあるので、とにかく我々はりそな銀行さんには斉藤君に払ってくれとかっていうことは一切もちろん言ってなくて、要はポイントはここですよね。3月29日です。でこの3月29日、まさに大津彩香が私は代表を斉藤健一郎に渡す、譲る、後任は斉藤健一郎さんでいいんじゃないですか、斉藤君がやりますと言ったわけですよ。これがどうなってるのよって話だ。今回の裁判のポイントもそこ1点になりますよね。そうですね、はい。だって3月29日に辞めるって大津が言ってるのに、ハンコ持ってきてくれないんですよと、そのね。でそれで困ってたところを急にりそな銀行の名義を変えたから、りそな銀行もこれは犯罪の匂いがする、少なくともトラブルの匂いがするっていうところで凍結してくれてるわけですよね。とすると3月29日の発言が有効か無効かっていうところになってきてですね、これまでこれは10月31日に行われる本裁判で判断してもらおうというところがあったんですが、今回見てるとここでも判断するという今方向で、ちょっと大津側のホームページですから、あの彼らちゃんと理解できちゃうかわからないんですけど、要は裁判所としては、大津なのか斉藤君なのかは斉藤君に聞かなきゃわからないということで、じゃあ斉藤君の主張はこうです、もうシンプルに3月29日大津彩香は記者会見で、緊急記者会見で、自分が辞めると10回ほど言った後に斉藤君に代表権を渡すと言って、ハンコを持ってきます、印鑑持ってきますっていう発言をしましたということ。 でこれについて大津は実は3つの言い訳をしてるんですよ。変遷してます。4月の6日は脅されたから無効と、まあ、脅されたから強要っていうツイートをしてるんですね。これ、うん、これは X による、当時ツイッターによるツイートです。で5月の10日に今度何を言ってるかっていうと、山口三尊さんっていうね、山中豊と実はめちゃめちゃバチバチやってる人なんですけど、うん、山口三尊さんの質問に、3月29日が最大のポイントになると思いますけども、大津さんは3月29日の辞任を表明した意思表示に対してどう思いますかと、ここで聞かれてですね、ここで何と言ってるかっていうと、この3月29日は総会ではない、だから私の発言には効力がない、総会ではないところでの辞任の意思表示は無効であると言ってるんですね。でそこでポイントになってくるのが3月の8日なんですよ。3月の8日、僕も調べました、総会じゃなかったですね。僕もちょっとずっと総会だと思ったんですが、3月の8日、橘から大津に行ったあの
者会見も実は緊急記者会見、この3月29日も緊急記者会見なんです。だから両方とも同じ YouTube で公開されている記者たちに見てもらっている緊急記者会見での辞任で、新代表の就任ということになっているので、5月の10日の大津の言っていることもこれは理屈としては、それだったら3月8日自体が無効でしょってなります。で6月ちょっと日分からないですけど、まあ、7月になってからかな、豊田弁護士が入ってから今度言い分が変わってきました。3つ目の変遷です。これは書類を出してないからって言ってましたね。紙を出してないから。これ紙を出さなきゃいけないのは様式契約、様式契約、様式、まあ、様式行為とか言ったりしますね。で、あの民法は基本的に口約束が原則なんですよ。原則ですよね。原則なんですよ。そんなの言い出したらね、だから立花さんに僕の携帯電話あげます、あもらいます、もうこれで成立なんですよ契約っていうのは。で民法の中にこういうケースは様式契約ですよって書かれているものがあって、例えば代表的なもので言うと、利害関係ない人が保証人に入ること、最近民法改正されたことなんですけども、これは様式契約になってるんで、それ形式整えなきゃダメですよ、いわゆる連帯保証人ってそうですね、難しいよね、はいはい、それが最近改正されたりだとか、それは紙じゃないとダメよって書いてある。で例えばあと用物契約といって、お金の貸し借りはお金が渡らないとあの金銭貸借は基本認めませんよっていう風になっているので、そういう民法は例外みたいな、このケースは様式ですよ、このケースはあの用物ですよとかって言うんであれば、それがないと契約成立しないんですけど、この手の一般的なものっていうのは全部脱税が原則なんですよ。で皆さんよく言う契約書とかっていうのは、あれは裁判所でその事実があったことを証明するための資料であって、契約成立するための証拠じゃないんです。そこは契約と契約書は全然違うということですよね。そうですね、はい、契約というのはあくまでも目に見えないものですよ。もうお互いのいわゆる内心の意思表示、これが欲しいから売ってください、代表するしたいから代表をさせてください、代表を辞めたいからっていう心で思ったものを口にする、文字にするでもいいんですけど、口にした場合が、ではな、まあ、その契約というのは全てその紙じゃなくていいと、で契約を証明するのが契約書、うん、そうですね。なんで例えば日々皆さんがやってる生活の中で車乗ってて高速道路入るじゃないですか。あれも入った瞬間に自分は高速道路使いたいですっていう申し込みの意思表示があって、でピンポンっていうことによってどうぞお通りくださいって言って、うん、あそこで役務契約が成立してるんですよ。申し込みと承諾っていう、はい、常にお互いが申し込み承諾の順番なんですよ契約って、うん、であとは分かりやすいのは結婚ですね、うん、結婚してください、分かりました、これでは結婚ならないです、うん、結婚の場合、婚姻の場合は必ず2人の両名の署名と保証人2人の署名をつけて、それを役所に出した時点で婚姻が成立するので、結婚しましょう、分かりましたではならないですね、うん、こういう特殊なケースはありますけど、そうですね、まさに様式行為の代表ですよね。で今回の大津さんのこれっていうのは、党と大津さんとの間で契約されてた2当事者間の委任契約ってやつになるんです。でただ委任契約っていうのは民法で一方的に解除自由にできるって書いてあるんですね。ってことはこの大津さんの辞任行為っていうのは、私あなたとの契約やめますっていう一方的な意思表示で成立する単独行為と呼ばれるものなんですよ。だこれに関しては大津さんが辞めますよっていうのを、まあ法人、もう彼女が辞めるんで役員ですね、役員の方に伝えた時点で辞任の意思表示は成立するっていう扱いになります。そうね、だからまあこれね、僕ずっと相当調べてますが、まあ、どう考えても3月29日の辞任の意思表示っていうのは覆しようがないと思います。だから大津さんも言ってることが変遷しているし、ここについては一切大津側は説明してないんじゃないですか。ね、だからそれは説明しようがないわけですよね。でこの3月29日の大津が辞めるといったものについて、この10月31日のいわゆる本裁判でしか判断してもらえないと思ってたところが、なんとりそな銀行と大津がですね、これ悪手なんですよ、まさに。これね、銀行って裁判負けません。裁判される前に調べて、銀行はこれは銀行側が言うことがやばいな、裁判になったら負けるなと思うと、銀行側はお金払ってますよ特に、うん、でもこれはむしろ裁判になっても勝てると、うん、いうことがあるから
訴えられても和解もせずに認諾もせずに今戦ってくれてる。銀行側には、まあ、めっちゃ優秀な弁護士もいるのもそうだし、こんなの払い出ししてたら銀行のまさにその信用ガタ落ちじゃないですか。大津に金払うなんて考えられないでしょ、どう考えてもね。ここ説明してないんだから、3月29日ね。だからここのところで今僕はもうものすごい分かったのはね、大津側はまずお金を借りる余裕がないわけです。我々は別にそのりそな銀行の今全部で1億何千も今年のあと3日後かなには、あ3つ入ってくるから約、まあ、約8000万3つだから2億5000万ぐらい行くわけですよ。で我々おかげさまで皆さんがお金を貸していただいたり出資者の方出してくれてるので、今銀行のお金に手をつけなくていいわけですよ。でも大津側はこの1000万は1000万と思ってるかもしれないですけど、ここで勝てば2億5000万引き出せるっていうことは明らかですよね。そうですね。ね、それはもうだからとりあえず1000万って言ってるだけで引き下ろしたいんですよ。で6月の28日に裁判しておきながら昨日やっと発表したんです。でしかも発表した理由はここですよ。補助参加、これが決まったからどうせ斉藤君のところに裁判所から書類が行くから、そうするとバレちゃうから。でじゃあなぜ昨日契約書が偽造とかありえないことを言ったかっていうとですね、それは引き延ばしですよ。時間の引き延ばしです。だから引き延ばせばここの判決もらえるんじゃないか、ところが多分向こう待ってたんだと思いますね。これいつ行われたか知りませんけど期日ね。でギリギリなので待って、とにかく引き延ばすために昨日の反論も遅れてきたし、契約書が偽造だとかって言ってもう苦しい言い訳をねしてですね、まあ、昨日あれから整理して、当然依頼者の方12名全員から借用書の原本をお預かりしてます。でまたその借用書に押された印鑑がお金をお借りした当時当の実印であることも印鑑証明書から証明できます、はい。また今年総務省に、報告されている皆さん公に見れる収支報告書に今回の原告12人の方金額も一致してきちんと債権者として借り入れ先として記載されてます、うん、なんで偽造と。まあちゃんと印鑑証明もこのようにですねデータが残っていまして、これが近しいところで令和3年、まあ、嵐の党の時ですけども、令和3年7月7日の印鑑証明ですから、お金を借りる4ヶ月ぐらい前のものが残っていますと。で、まあ本当にね、向こうはやっぱりお金だっていうのは分かってきましたね。ただ大津さんはお金じゃないんだと思うんですが、彼女の周りにいる人たちはやっぱりお金なんですよね。で僕ちょっと本当昨日気になった向こうの主張としたらね、大津彩香を威迫し困惑させって書いてあったんですよ。僕大津さん威迫なんかしてないですよ。それは僕の言い方で大津さんがこう恐怖を感じた可能性は高いですよ。それはだって11億円の借金まで背負ってるんだから、本人は3月の8日にも言ってるし、3月の15日ぐらいの YouTube で私11億円の借金あるんです、皆さん助けてくださいって、お金くださいって言ってるところからしても、それは11億円の借金を背負ったらこう恐怖に感じるじゃないですか。であなたがやってたらお金もっと返してくれってなって大変なことになるって、この日説明したんですよ、うんうん、でもそれを説明した本人が納得してたのに、おそらく山中豊であるとか、その後出てきたですねトヨタ弁護士であるとかが、これはなんとかお金が取れると思って大津さんに間違った情報を吹き込んで、なんとかなるよって言い聞かせてたんだと思うんですよね。真実は3月29日大津さんは本気で辞めようと思ってたんです。それは3月29日の記者会見の動画見ていただければ皆さん絶対にそう思うんですよ。でこの後に大津さんの意思を本意させた人間がいるってことなんですね。まあ、黒川が連れて行ってですね、大津さんの実家に連れて行って、で黒川が山中豊を紹介し、大津さんのお父さんがこれはちょっとよくわからんけど儲かるんちゃうかと。で、その後弁護士が2人変わって3人目が今トヨタ弁護士というところでですね、まあ本当にちょっとね立ちの悪い人たちに捕まってしまって、今こうやって皆さんにご迷惑をおかけご心配をおかけしていますけども、まあ正直りそな銀行を訴えたのがやっぱり悪手、うん、でこれでりそな銀行が負けるってなると結構なニュースになると思います、うん、はい。
どっちがだからね、財産者かっていう判断をすればいいわけで、じゃあ大津さん側は、まあ、言えるとしたらやっぱ紙で出してないぐらいですかね。そうですね、最初 の記者会見の時に大塚弁護士、若い弁護士は確定的な意思表示じゃなかったって逃げ方したんですよね。だからここが大津さん自身本当にそうしようっていう革新的な意思じゃなかったって言い方してるけど、でも4月の6日に脅されたとか、これは総会じゃないっていうことを追認していってるんですかね。で今度豊田先生になったら今度署名じゃないからっていう言い方してるので、また大塚弁護士ともここは一致してないんですよ、ね。まあ、とにかく10月の31日にまたネットで、ウェブ会議での裁判があるんですけど、まあ、また同じようにね、当日まで出してこないと思います。あとちょっと2週間なんですけど、まあ、いずれにしても10月31日にはその3月29日の意思表示がどうだったのかっていうところが表されてですね、向こう側の主張が出てですね、まあ、それに対してこちらがちょっと反論するかなんか形になると思いますが、まあ、早ければ11月、遅くても12月中には決心できるのではないかと。一方でもうここ大津とりそな銀行についても裁判が行われているようですので、補助参加している斉藤がりそな銀行側に立ってですね、大津さんは3月29日に辞めると。だってね、よくよく考えてみてくださいよ。斉藤君の立場考えてみてくださいね。3月29日にみんなで会議開きましたと。それは総会ではありません。ただ、党の関係者がみんな集まって大津さんも来て十分話したわけですよね。で、大津さんは辞めます辞めます、もうこんな赤字の会社嫌です、倒産しそうな会社嫌です、辞めます、斉藤さんやってくれませんか、僕やります。なのにその後いつまでたっても斉藤君がやらなくていいっていう状況はどう考えてもおかしいでしょう。だから3月29日に大津が辞めると言ったから4月の5日に大津は会議しようって職員たちに言ったわけですよ。で、職員たちはよくわからないから、ああ大津さん辞めるんじゃないんですかと、まずはその説明してください、あなたがやるんだったら給料もらえるんですかと、あなたが代表者で給料もらえるんだったら打ち合わせに行くけどもって言ったら、打ち合わせしてみないと給料払えるかどうかわからない、給料もらえるかどうかわからないってなったらその打ち合わせには行けませんって断っただけなんです。で、大津さんがいまだに代表者だって言うんだったら、それは従業員に対してあなた辞めてくださいって通知出さないと、それは大津さんがお金払わなきゃいけない義務を追い続けるって当然のことなんですけどね。ちなみに今3人横で労働審判やってくれてます。ああ、訴訟これから持っていきます。ここで今日の3人で6人目になります。帳簿も少なくとも10月11日に渡ってるんで、まあせいぜい1週間だと思うんですよ、この未払いを調査するためにその許される期間っていうのは。だそれ以降支払わないっていうことはやっぱり正当な理由なく賃金の不払いを起こしてるということなので、そこはそこで非常に問題でしょうと。あとごめんなさい、支払い督促をしていただいている方にちょっと最新の情報で、100万円の方は松戸簡易裁判所の方から、5000円の印紙と6000円の、郵便切手を送ってくれて通知がほとんどの方にも届いていると思います。で、これをそのまま申し訳ないですが1万円かかりますけど裁判所に送り返してほしいと。で、200万円超える方は松戸地方裁判所になっていますので、この地方裁判所の方から皆さんの方に、書類が届くのが遅れているだけなので、今しばらくお待ちくださいということになります。で、裁判を皆さんの方で異議申し立てに対してちゃんとその郵便切手と、印紙を送っていただければ裁判の期日ができます。この日に裁判所来てください。で、その日に裁判の日来てくださいだけはで、まあ、なんとか皆さんで頑張ってください。で、行ってもらうのがベストです。で、どうしても行ってもらえない場合は、そこから30日、まだ余裕があるので、その場合はこちらで弁護士さんを用意するなり、ちょっと検討しますから、いずれにしても支払い督促をしていらっしゃる方は、それをできるだけ維持していただければありがたいですけどね。はい。まあ、できれば皆さん行ってですね、ちょっともう、で、昨日ちょっと色々と、で、契約書が偽造だとか言ってくるので、借用書が偽造だと言ってきてるので、皆さんには借用書の原本、で、振り込んだ時の明細書か、銀行のその通帳ですね。当時、NHK と裁判してると、現弁護士法72条違反でかなんか、そういうところに振り込んだっていうもの、この2点を用意していただければ、我々の方で、印鑑証明の原本を用意したりとか、あと、ビデオの起こしですね。
僕はずっと3月も、あの令和元年も令和3年もお金を貸してください、寄付なんて受けませんとはっきりと言って皆さんからお金をお借りしてますから、うん、このビデオをダウンロードした DVD と判役書をつけて皆さんには裁判所に行ってもらいます。予定としたら松戸駅で待ち合わせをして、裁判の1時間ぐらい前に皆さんからいただいた借用書と通帳のコピーをこちらで用意してですね、あとこの資料を持って行ってくださいという形でですね、皆さんが裁判所に行ってですね、そんなに困らないようにして、本人訴訟でも十分あの安心して戦えるように用意をいたしますので、まあ、あの負けるような話ではないのです。あの全然ちょっとね、正直昨日は僕たちがズボラしてました。借用書のコピーで行ってたんで、最初でも欠席判決のつもりで、ちょっとあれは言い訳をしたらいろいろあるんですけど、単純に昨日のやつはちょっとズボラしてました。そうですね。原本出してなかったっていう。まあちょっとね、あのもう昨日の件はもう正直ごめんなさい、あの原本じゃなくてコピーなので、コピーだから偽造だっていうのは、まあ向こうの弁護士からすればなぜ原本持ってこないのと、うん、っていうところで、あのそこはね、ちょっと私どもが若干サボってた分があるかなと思ってましたので、もう今日には全部揃えました。はい、もうね、もう速やかに裁判所に提出します。あのちょっと当時 1.7 億の訴訟をやりだす時は欠席裁判だと、もう大津さんのところに送達されないという前提だったんで、ちょっと軽く考えててですね、あの軽くというかちょっとそこは本当に反省をして、直ちに修正をしたので、そんなさすがに皆さんが出したお金が寄付金とかありえないんで、利息とかもちゃんと去年の末も一昨年の末もお支払いしているので、それはありえないんですけど、向こうはなんせ時間稼ぎでこの1000万欲しいんですよ。もう明確に分かりました。時間稼げば稼ぐほどこれが取れると思ったんでしょうね。だからこれ以外の方法を組んでるかも分からないですね。まあ昨日の段階で、初めて豊田弁護士が出てきて裁判所から確認されて貸金の否認をされるんでしょ、あだったら原告さんこれ原本出さなきゃダメなんじゃないっていう流れです、ね、そんな感じですか、はいはい、ということで長くなりましたが、あの本当に、りそな銀行をですね、大津側が訴えたことっていうのは相当悪手でですね、裁判所としては3月29日の大津の発言について本裁判以外でも審理してもらえる可能性が上がってきました。そしてりそな銀行と、まあ、実質上タッグを組んでやるという形になるかと思いますので、いい方向に流れているということだけご理解ください。ちょっと時間はかかりますが、まだ何一つだから皆さん判断されてないんですよ、うん、大津が有利になってるっていうのは、それは総務省も法務局もこれまで通りで言って判断するのは裁判所って言ってるんですよ。ただりそな銀行も当然判断してなくてですね、りそな銀行お金に絡むことなので置いとけばいいでしょと、その他の手続きは置いとくわけいかないから仕方がなく大津の言う通り当面変更とかするっていうだけの話で、まだ裁判の判決はどちらとも未だ何一つ出ていませんので、問題はここですから、大津さんいろいろ除名処分だなんだかんだとかやってますけれども、当面変更とかこれ判決確定したら全部遡るところになるので、終わらせるのもなくなりますからこれ、はい、まあ、だから除名処分されたとかって言っても、はい、いやいや別に権限ない人から言ってたって心配する必要ないよって、はい、ここで大津終わってるんです。少なくとも5月の10日に終わってるので、だからああいうねちょっと会議のことをしてるのは、うん、目立ちたいだけだと思います。だからそこはあまり反応することなくですね、粛々とこの3月29日の彼女の発言が法律上有効だったのか無効だったのか、こういうことをですね10月31日あるいはりそな銀行との裁判で明らかになってきますので、今しばらく結果はお待ちいただきたいと思います。以上です。 NHK をありがとうございました。はい、ありがとうございました。